今日は餌をあげられぬな。停留所はすぐだよ。座ってお待ち。人が燃やされていた。110番するのだ。早く。警官殿、人が。人が燃やされたって、君ね、かけらもなく燃やし尽くすなんて普通の炎じゃできないよ。夢でも見たんじゃないの？そんな、私は確かに。この焼け跡だってホームレスがやった焚き火の跡かなんかだよ。そんな。桜工事すまんな。弱小の部に付き合ってもらって。いえ、部員の方々の鍛錬の様、目を見張るばかりです。桜工事さん素敵よね。普段の清楚な雰囲気もいいけど、合気道やってる姿もかっこいいよね。おまけに成績は常にトップ。俺、桜工事さんと付き合えるなら世界を敵に回したっていいよ。おはようなのだ、アワ。どうしたの、さくら。なんか浮かない顔。そうか。いや、特に問題はない。ふん。ならいいけど。あ、神田先生、おはようございます。おはよう、高津さん、さくら浩二さん。あれ、こちらは？あ、今日から同じクラスになる転校生よ。名前は？大神玲です。よろしくお願いします。ちょっとちょっと、かっこよくない？大神くん、クールでちょっとミステリアスな雰囲気、ポイント高い。はいはい、静かに。大神くんはご両親のお仕事の関係で一人で転校してくることになったんです。皆さん仲良くしましょうね。間違いない、あいつだ。昨夜のあの男だ。
海外かよ。英語ペラペラとか？そんなことはありませんよ。どんな国行った？ここ数年はヨーロッパが多かったですね。なに、さくら、大神くんに興味津々？そういうわけでは。大神、何ですか、さくら浩二さん。二人っきりで話したい。ちょっと付き合え。いいですよ。大変だ！桜子さんが転校生に告白する。何？嘘だろ。何で心も花嫁が。桜すっごい大変。でもお似合いのカップルじゃない、あの二人。で、一体何の用で？単刀直入に聞く。昨夜どこで何をしていた？バイトですけど。バイトだと？では聞くが、その手袋、昨夜公園で人を殺し放火した時に負ったやけどを隠しているのではないか？何何、聞こえないよ。どうした？違うというのなら手袋を。やけどがない。これはお守りなんです。子供の頃この手で人を傷つけてしまったことがあって、もう二度とそういうことがないようにってある人がくれたんです。それだけなのか？はい、それだけです。しかし昨日。他には？すまぬ、手間を取らせた。いいえ、大丈夫ですよ。これからもクラスメイトとして仲良くしましょう、さくら浩二さん。ちょっとさくら、どうしたの？うむ、予想外の展開だった。ええ、ひょっとして振られたの？振られたの？振られたの？うわり、桜光司さんを振っただぞ。何様のつもりだ、大神れ。桜さんを悲しませるとかありえねえ。大神、貴様は世界を敵に回した。ああ、腹が立つのだ。だが、私は諦めない。さくら、男にそこまで入れ込むの初めてじゃない？必ず奴めの尻尾、踏んづかまえてみせる。いや、それにしてもいつもながら惚れ惚れしちゃう食いっぷりだね。から目を離すわけにはいかんのだ。うんうん、大神くん優しそうだし、さくらが気に入るのも無理ないよね。優しい？逃げられたか。犯人は現場に戻るという。ここで奴を。本当に人が焼かれたのだろうか。あれは幻だったのか。ソラ、食うのだ。昨日は持ってこれなくてすまなかったな。あのおじいさんも餌をやりながらこうして。あ、いい加減懐こうとは思わぬのか。大神、やっぱり誰に対してもその喋り方なんですね。いえ、武人みたいな硬い喋り方だなって思って。なんだ、イメージと違うというのか？いえ、こびない感じ、
かっこいいなと思ったんです。かっこよくなど、うちはちょっと家が変わっているだけだ。ん？ああ、その犬はあまり人には慣れていない。おいで。犬？人が信じられなかっただけですよね。そんなに舐めないでください。大神くん優しそうだし、クラスメイトとして仲良くしましょう。こら、こら。嫌なやつではないんだよな。桜小路さん、この犬の名前なんて言うんですか？犬だ。いい名前ですね。野良犬ですか？いや、飼い主のホームレスのおじいさんが殺されたんだ。犯人はGファルコンというグループだ。体に鷹のタトゥーを入れているから、そう名乗っているらしい。連中が犯罪を犯しても、親玉の暴力団が全部もみ消してしまう。そう父上が言っていた。父上？だから誰も裁くことができない。警察すら見て見ぬふりだ。犯人たちに復讐したいですか？あなたが正義となって、鉄槌を下したいですか？違う！私はただ、あのおじいさんは、誰にも知られずに生きて、誰にも知られずに死んでいった。それがやりきれないのだ。桜小路さんが、覚えていればいい。世の中のみんなが忘れても、あなたが覚えていればいい。僕は忘れませんよ。どんなことでも、ずっと。それに、そんな連中を裁くのに、この国の法律は必要ありません。目には目を、歯には歯を、悪には悪を。ハムラビ法典か？悪には悪王は余計だろ、大神。やっと笑ってくれましたね。嫌われてるのかと思っていました。すまなかったな、大神。いろいろと疑ってしまった。大神レイ、どうなっている？配置は完了しました。あとは始めるだけです、総理。ん？いいね。予定通りだ。大神でないとすると、あれは一体やはり幻なのか。大神くん、一緒にカラオケ行かない？さくらも来るよ。いや、私は用事が。え？ちょっと誰のためだと思ってんのよ。は？歯じゃないでしょ。すみません、今日バイトなんです。そうなんだ。大神、そういえばバイトは何をしておるのだ？掃除屋です、ゴミ掃除。そうか、関心なことだな。ほら、もうお呼びみたいです。うん。ちょっと何？いつの間に親しくなってんのよ。別に普通に接しているだけではないか。嘘嘘、超急接近じゃん。なんだ？本日の仕事の件ですが。ゴミどもは片付ける。予定通りだ。桜小路桜、どうなさるのですか？別にどうもこうもないさ。今まで通り、消し去るだけだ。いつになったら慣れてくれるのだ、お前は！まったく。なんだ？だから、俺らの仲間が一昨日の夜から連絡取れねえんだよ。
お前らここに救ってんだろ。なんか見てねえかって聞いてんの。知らねえよ。本当だよ。助けて。おら、助けて。やめろ。たった今110番した。すぐに警察が駆けつけてくるぞ。警察。ああ、警察ね。このタトゥー、こいつら、ジーファルコ、あのおじいさんを殺した連中。お嬢ちゃん、何でもかんでも首を突っ込むもんじゃねえよ。こっちはただここで消えた仲間の心配をしてるだけなんだ。ここで消えた。ああ、なんだお嬢ちゃん、なんか知ってるのか。一昨日の夜か、仲間が消えたというのは。マジ知ってるようだな。おい、さて詳しく聞かせてもらおうか。一昨日の夜消えた。ではあの出来事は。何ぶつぶつ言ってんだよ。知ってることさっさと。あの出来事があったと分かればそれでいい。貴様らに話すことなど何もない。おとなしく警察に。あ、答えないのなら体に直接聞くしかねえな。体がしびれて。おい、ベルトだ、縛れ。バカな女だ。ホームレスなんざほっとけいいのに、助けようとするからこんな目に遭うんだよ。なんだこいつ。犬、うせえ。食らうかよ。犬でサッカーだ。やめろ。ちょっと待て。もうやめろ。こいつは関係ないだろ。私が相手だ。何言ってんだこいつ。犬の心配してる場合かよ。待ってろ、すぐ病院に連れてって。うぜえ女だな。そんなにボコられてえなら望み通りにしてやれよ。聞くこと聞いたらたっぷりとな。苦しいですか。誰だ。大神。内臓も体中の骨ももう助かりませんね。生きてるのが不思議なくらいだ。桜小路さんを守りたかったんですね。よく頑張りました。なんだてめえは。大神、早くそいつを病院に。大神頼む。今楽にしてあげますよ。つまんねえな。殺しちまったら反応ねえから何の面白みも。目には目を、歯には歯を、悪には悪を。ああ、何言ってんの。燃え散れ。
始まったか。待ってるよ、大神くん。何やりやがった。何ってゴミ掃除屋のバイトだけど。あ、最後に一つ聞く。自ら出頭して法に裁かれるか、それともここで死ぬか、どっちがいい。ふざけんな、死ぬのはてめえだ。そうか、じゃあここで死ね。目には目、歯には歯、悪には悪を。オガミ、やはりお前が。仲良くするよ、クラスメートとしてと言った。燃え散れ。君にもいつかわかる、白いカラスの行き先、人知れず僕らは飛ぶ、華やく街を。わけばっかり探して空っぽの自分が恥ずかしいからさ、世界が決めたルールに僕らはただ身を任せて笑ってればいいの。裸のまま炎も赴くままに目をそらしていた真実の姿、誰のためでもない。次回コードブレーカー第2話、燃え咲く螺旋の青い花。この命果てるまで燃やし尽くす、全てを。